久しぶりにひっそりとした野営のできる場所にやってきました。まあね、実際野営といってもね、まあとあるキャンプ場の奥なんですけどね、オーナーさんのねご好意で奥の方でやってもいいよと言われましたんでね、ちょっとキャンプサイトから離れた野営場です。いい季節ですね。今日はね、このイルウンズマンのトロピカルデイリュック、これ1個でねほぼ済みました。まあね、カメラとその撮影機材があるにはあるんですけどね、ちょっとねギアを出しがてら、ちょっとギアのご紹介もしますね。なんと、久しぶりにねベアクソをね持ってきました。バックソーとアックス、ベアエッセンシャルのねこのスリングに入れてあります。今日はね気温が夏日になりそうなので、これはちょっと余計だったかなと思うんですけど、それでもねあればあったで助かります。サーモポット、サーモフラスクってやつですね。この中に氷をねがっちり入れて、水もちょっと入ってますけど、持ってきてます。あー、ここね、これブヨかな、いや小バエだな、ハエがいっぱいいるな。これはね食料、ちょっとハエがいっぱいいるから虫除けを持ってきてます。虫除けをちょっと引くかな。これ自分で作った虫除けね、バグスプレー。それからシュマーグと、コーヒーバッグと簡単なスナック食料ですね、これも。それからクッカーとウッドストーブ、ブッシュバディが入ってます。あとアルストも入れてあるかな。それからね、これちょっと今回レビューがてら試しに使おうと思っています。BBQ バーベキューって書いてありますが、ビティビッグ Q っていうところから、提供いただきましたね。これね焚き火用のごとくなんです。こんなちっちゃいんですけど結構でかくなるんです。トランスフォーマートランスフォームトランスフォーム、トライベッドっていうのかな。これは後でねゆっくりご紹介しますね。
それから、ミニシャベルと皿は一応持ってきました。それから寝袋、スリーピングバッグ、ランタンの燃料、これねアルストの燃料ね、ヒバサン、コーデージ、パラコードとあと第二マト入ってます。そこからファーストエイドですね、カテラリーと、これはね、トライポッドチェア、ちょっと前より大きくなったんですけど、色をねシックな色にして生地もちょっと変えました。前のよりちょっとだけ、100g だけちょっと重くなりましたし、ちょっと大きくなりましたけど、でもまあ色合いがとてもいいんでね、これもまあ一応自分で作って持ってきました。それに、カメレオン、ハンモック、今日はハンモックとパークですね。ここに背中に入れてきたのがアルミホイルね、一応まあキャンプ場は直火 OK、許可されてますが、ちょっとサイトから離れた野営地なんでね、グラウンドを保護してやろうと思います。あとはねこの細かい、ところ、私の燃料ね、お酒、それから、ナイフ、あ、そうそう、これも今炊こうかな、かたり線香ね、まあここはね鹿もやっぱりいるんで、ちょっとこの界隈鹿の糞は見えてないですから、ブヨはね川が近いからいないことはないと思うんですけど、一応これもそろそろ炊く時期ですね。それから、アルコールティッシュと私の焚き火、葉巻ですね。それと、軍手と、これは革と、革だけ持ってきてます。一応コンパウンドはこうやってありますけどね。それからこれはこの後やる、ノリト用の塩とお米、それからこれねバグネットなんですけど、カメレオンのトップカバーをまだバグネットに交換してなかったのでバグネット持ってきました。それからウォーターフラスクと、ウォーターピュリファイヤー、浄水器ですね。私はこのカタダインのねビーフリっていうのを使ってます。1リットルのフラスクと一緒に、ソフトフラスクと一緒に、あとはこれは LED のランタンと、まあ買い物袋みたいなものですかね。これはね後で水を取りに行くんですけど、その時にねフラスクですとかキャンティーンですとかそういうのを入れます。あとはねメッシュですからビールをねこの中に入れてちょっと皮で冷やすなんてできますよね。あとは、まあこれはなくてもいいんですが、トラベルトレイってやつね、ワックスキャンバス、PNW ブッシュクラフトの私のお気に入りの、ね、ちょっと小物入れです。あとはトイレットペーパー、これはヘッドライト、それからフラッシュライト類、予備の電池、これは予備ですね。これはファイアスターター類ですね。何が入っているかというと、スパロー、チャークロス、それからこれはなんていうのかな、これなんとかマッチっていうんですけど、マッチと、着火剤が一緒になってですね、これ非常に便利です。あのウッドストーブなんかでね簡単に火を起こすときがある、合うといいですね。それからミックウィックね、ファイアスター、それから
うん、あとちょっとファットウッドとか、皮膚希望、あとはフリントストーンと、スパローブッシュクラフトね、スパロー、このシースは自分自作ですけど、こういうね、これでカチカチカチってやるやつ。よし、以上かな。あとはね、車の中にね、雨が降ってきた時用の、レインウェアなんかがね入ってはいるんですけど、まあ使わないでしょう。ワントリップで全部持ってこれました。さてと、ここにあるんですが、ちょっと邪魔な枯れた月、これとこの後ろのこれもね、枯れてて上折れてないんでね、この枯れた木は倒して、その隣かな、そっちにあるかな、さあ、じゃあ森のね精霊と先住民たちにご挨拶をして、それから作業にかかります。
寝床がね完成しました。今日はねカメレオンの、私のはこれはワイドですね。レギュラーでもいいかなとは思ってたんですが、まだちょっと夜中ね寒いといけないんでダブルレイヤーのワイドに、しました。私のシングルはねシングルレイヤーなんで、レギュラーはシングルレイヤーなんでね、まあそれでもやってやれないことはないんですが、ダブルレイヤーのワイドに、銀マットですね、フォームパッドを入れて、で寝袋等はねこれは、シェラーデザインのクラウド35だったかな、クラウド35、35だから35度、華氏35度だから摂氏でいくと何度、3度かそこらかな、まで対応のやつですけど、非常に軽いんでねでドライダウンですから、まあ多少湿気があってもサラサラして気持ちがいいんでね、まあもしかすると夜中ねこれもいらないぐらいかもしれませんが、まあこれは夏初夏から初秋にかけてこれでいつもやってます。もっと暑くなるとねタオルケットみたいなのでいいかなと思ってますね。でバグネットに交換しました。多分これで十分じゃないかな今晩。さあこの後は。どうしようかな。ハエが多いんでねすごく、コバエ、早いとこ焚き火を焚いちゃった方がいいかもしれないですね。煙を少し出してここいら一帯の虫を撃退したいと思います。その前にねトライポッドチェアを作って荷物をかけるトライポッドも作ろうかな。で今飲み水はねここにあるんで、夜のね飯用の水を後で汲みに行って、それから夕飯の準備かな。今ね2時過ぎたところなんで、まあでもねこの時期日が長いからまだね結構な高さに日があるんでね、この時期は 日が長いからいいですね。いろいろ余裕を持ってできる。冬はねもうこの2時なんてあと2時間ぐらいしかできないと思うから結構焦りますけど、この時期はゆったりしていいっす。一番好きな時期だな。さっきねあそこに白樺のいいねなんか玉切りがあったんでそれをテーブルにして、さあ一服したら作業開始しましょう。腹はあんまり減ってないんでね、ちょっと後でスナックでも食って、久々のカンソロ、野営のカンソロいいですね。静かでこういう時は喋れるからいいですね。さあじゃあ やりますか。
シェルターから離れるときこの時期ね、ハンモックだったらこういうカバーのあるものは必ず閉めて、テント、シェルターもね必ず閉めた方がいいですね。まあオープンタープだとまあ無理ですけど、必ずこういうのを閉めるようにした方がいいです。じゃないと余計な虫が入ったり、場合によっては蛇が入ったりしますから、ね、気をつけてくださいね。トライポッドを組みますが、ロープをねある程度長いのが必要なんで、私の場合ねこういう時にいくつかいろんな寸法のロープがあるんですが、こういう印をつけてます。見えるかな、印を 1,2,3,4,5,6,7、これ一つがね90センチで7ですから、7×63、6メーター30ほどあります。ちょっとこれじゃ長いんでね、こいつが 1,2,3,4,5,6×54,5.4、 これもちょっと長いかな、でもこんなもんかな。これはねマークが分かりづらいんで結び目にしてます。1,2,3,4,5,6×54,5.4、これも 5.4、 これはどうだったかな、これは 1,2,3,3×27、 これじゃ短いですね。よし、じゃあこいつでやりますか。これね私の場合
これが90センチ。これが6個。1、2、3、4、5、6。6とあと2フィートぐらいあるかな。だから6メーターあるかな、これだと。これをね、カナディアンジャムナットにしてありますね。この端っこ、これを通してやって、こういうね、輪っかにしてやって。で、こいつをかけてやります。いいかな。で、一回、よっと。よし。じゃあ、染めて。
して今日はねこれで調理しようと思います。これは、結構コンパクトなんですが、先ほども言いました五徳です。焚き火用のね五徳、こんな感じのものですね。でこいつがこう広がってですね、それで足がこう出て見えてるのかな。またね後でねこれはレビューした方がいいかもしれないですね。こう広がって、それでこう広がる、結構でかくなります。
うん、肉厚でうまい。食いてるわけだ。バター醤油。うん。これうまい。うまい。ああこれうまい。うん、これはうまい。うん、
昨日の夜も寒かったな、気温は10度ぐらいでしたね。もう一枚何かあった方がいいな。でもね、このシュマーズを持ってたんでなんとかしのげました。これね、コットンのただの平織りの布ですけどね、これを1枚こうやってかけるとだいぶ違います。まあね、シュマーズをお持ちの方はねもうお分かりだと思いますけど、結構ねアウトドア本格的にやられてる方はこのアフガンですかね、アフガニスタンかどっか、まあ、どっか中東の織物だと思いますけど、これがね役に立ちます。いろいろ使えるんですよ風呂敷の周りにしたりね、あとこれに炭をね入れて、で水の浄水に使ったりね、昨日のチキンはうまかったな。骨付きの肉、あのね BBQ ビティビッグ Q のね、これで遠火でね30分かけたかな、じっくりと焼いたら焦げずに中までしっかり芯まで火が通ってね、うまかった。結構塩コショウしっかりあってね、私の動画の過去動画でもね健康ご心配いただいて塩のかけすぎだとかねいうコメントをいただきましたけど、ね、昨日もすごい降ったけど、ただねあの鳥はこうやってグリルするとね油でみんな落ちるんですよね。だからあのぐらい振ってても出来上がりの時にはね適度な塩分になってるんです。よくね料理番組でやるみたいな、こうやってちょろちょろっとちょっと塩を振ってなんで、あの程度じゃ全くこの焚き火で鶏を焼いたら塩分ないですな。うまかった。皮はパリッパリになってね、中までしっかりホクホクに火が通ってて、よくねあれ骨付きだと骨の周りにね赤い血が残ってたりする生焼けのことがあるんですけど、昨日のはそんなことなかった。骨までねしっかり火が通ってましたね。今晩はね乾燥させたパスタを戻して食べるだけですけど、まあ、それもうまいんだよな。さあ今日は
ちょっとね試したいことがあるんでいろいろやって、途中ねオーナーさんもやられてるんで、ちょっと売店というかそこへちょっと来ないと言われてるんで、ちょっと行ってみますかね。昨日の夜中ね、何時だろう、3時ぐらいかな、すぐ近くまで時間が来ましたね。まあ姿は見てないんですが、多分ね10メーターか20メーターは離れてなかったかな、あのピョーンっていうね、あれをすぐそこで間近で聞こえたんでね、びっくりしましたけど、まああのキョーンというのはね警戒心の声ですから、いつもいないのがいるぞという合図でしょうけど、まあ別に荷物とかね何かゴミとか漁られたわけじゃないんで、それとねハエがね、まあ夜になれば大体虫は収まるんですが、まあ焚き火をしたせいもありますけど、今もねハエは全然いませんね。まあ多分もう少しすると出てくるのかな、またあったかくなるとこの辺またいっぱい出るでしょうから、一回火を焚いて昼飯を食って、それからちょっとオーナーさん訪問してまた夜に備えて、少し薪を集めますかね。
それでは皆さん乾杯。うまいな。さあ、アスパラガスで。うん。うまい。なんだろうな、カチカチって鹿が角を擦ってるのかな。あいつはうまい。このビティビーズ級のトランスフォーマーごとくいいですね。なかなかいっぺんにいろんな調理もできるし、ちょっと重量的にはねちょっとあるんですけど、でもこれだけコンパクトになると持っていきやすくなるし、この便利さはいいですな。まあね、ミニマムのソロキャンプやるんだったらこれはちょっとオーバーロードになっちゃうけど、まあ、ある程度重量確保できればこれいいですね。うん、うまっ。こりゃうまい。感じです。パスタもねできました。うん、いい感じ、いい感じ。ちょっとも楽しみだ。こういうね、アスパラガスのね残りとか野菜の切れ端みたいなものね、これはキャンプ場なんかでねちゃんとゴミ捨て場があったり、それからまあ、自分で持ち帰ってくださいっていう規則のあるところではちゃんと持ち帰った方がいいと思いますけども、こういう野営に近いところ、それから寒ソロで誰もいないようなねところでは、もう焚き火でねの高温で燃やしちゃった方がいいです。なぜかというと夜中にね高齢をね狙って鹿とかが近くまで来ますからね。まあ鹿はまあそんなに害はないと思いますけども、それでもやっぱり嫌でしょうから、こういう緑色の野菜類なんかは特にね、あの焚き火で処分しちゃった方がいいです。でもう一度言いますけど、キャンプ場で規則があったりルールのあるところではちゃんと持ち帰る。ただそういうところで人がいっぱいいるところにはもうそういう動物来ませんからね。そうではなくて寒ソロだったりこういう野営地に近いところ、昨日もすぐ10メーター
近くまで鹿が来てましたから、そういうところでこういうものが残ってるとゴミ袋を漁ったりして大変なことになります。煙がすごいんでね、ちょっと移動しました。さてパスタはどうかな。タリアテッレのボロネーゼソース、調理してからね乾燥させて持ってきました。軽いからいいですねこれね。あーうまい。完全に戻ってる。うまい。これは2ヶ月前に作ったやつです。これはいける。夜もいい時間になってきましたので寝酒を飲みます。今日はね、薪がね、いまいち。結構水分含んだ薪で、あんまりよく燃えないですな。一部質のいいのがあったんで、それで、まあ、今いい浮きができてますけど、多分これ燃え差しになって残りそうですね、明日の朝も。明日の朝は、ちょっと質のいいのを見つけて、少しでもいいかな。それでそのこの燃え差しを全部燃やし切ってから帰りたいですね。
今日はねちょっと午後ねキャンプ場のオーナーさんのところへ行ってしまったんで、やりたいこともね一部がちょっとできなかったですけど、まあそれはまた次の機会ですな。ちょっとねアイディアが浮かんだんでね、それを試そうかなと思ったんですけど、短時間でいい材料が見つからなかったんでね、また次回。このね、寝る前の時間がいいですね。久しぶりのね、完全ソロの野営に近いキャンプができましたね。先月までね、去年1年、インスタグラムでね、知り合いになりました滝見さんですね、お弟子さんにして、私はね別に弟子なんか取るつもりないですから、師匠なんておこがましいですからね。私がやってることをまあ見て真似してもらって、それでその人のキャンプが楽しくなればね、それでいいわけですから。別に弟子だなんて全然思ってませんでしたけど、まあ去年1年ね、たけみさんの地元の小山のプロジェクトに携わってウッドシェルターを作ってみたり、刃物のね取り方を教えしたり、火のまあ彼女はね火を起こすのは上手なんで、ただその火のコントロールですね、炎のコントロール、熱のコントロール、まあそれからまあロープの結び方もいろいろやりましたけど、まあとにかくね一人でも不安なくねキャンプができるようになってくれればと思って、いろいろアドバイスさせていただきました。まあそんなことがあったんでね、去年はちょっとソロが少なかったんですが、一応1年経って滝見さんもね一段落ということで、しばらくねご自身でやってみてくださいと、ということでね今年はちょっとソロにね出られてますね。まあこれが私のスタイルですから、まあといってもね滝見さんと縁を切ったわけじゃありませんから、まあ何か何かまた何か教えてくれどうのこうのでご一緒するかもしれませんけど、まああの方はねとにかくこの野遊びブッシュクラフトを楽しむんでね、もう楽しい楽しいって言ってもうまるで子供みたいにね楽しむんで、ああいう楽しみ方っていうのはちょっと私も忘れてましたからね、そういう意味では私も勉強になりました。まあ
しばらくはね、ちょっとソロを楽しませてもらいます。さあ、こいつの酔いが回ってきたら寝るかな。だけどこいつは今回役に立ちましたね。これね、この中に
こういうものが入ってるんですね。わかるかな。これでね、ここの掃除ができます。まあこれはね、結局これをやってやった方が、小さくするときにね、いいってことでしょうな。余計な、焦げとかね、すすとかね、油分とか、これを一応これで取ってやって、それで、でこの足ですけどね、これもね、3段階になってるんで高さが調節できます。だから多少のアンジュレーションもね、これで変えてやればね、水平が保てますね。こういう感じですね。3段階だから、まあ一番低くすれば、これね、しっかりノッチが効いてるんでね、クリック感があります。一番低くするとこういう状態になりますね。これだとね、アルストも使えそうです。でこいつをこうして、だから小さくすればね、こういう風に使えますね。さらにね、足も畳んでしまって、これでまあ収納していくわけですが、まあやろうと思えばこういう風にも使えますもんね。かなり小さく使えるね、これだと。ということで、こいつはで今回使った感じで渋くなってることはないですね。でもまあ一応油はさした方がいいかもしれないですね、使用後はね。でステンレスですからね、まあ洗えますし、洗ってきれいにしてやってね、また使うといいかもしれないですね。これは大変便利でした。ビティビッグ級のね、トランスフォーマーごとく、これ大変便利でした。